クリスマスブレッド1918年頃、クリスマスブレッド、またはクリスマスストラットレス服用機1918年にアメリカ合衆国で試作された航空機である。2機が試作されたが、2機とも初飛行で破損、墜落してパイロットを自己死させたことから、史上最悪の航空機の一つとされる。設計者のウィリアム・ホイット・ニー・クリスマスは、 多くの航空関係の特許を取得したと称する、無双化でドイツ帝国まで飛行できる航空機を作って皇帝のウィルヘルム2世を誘拐する計画を持ちかけるなどした人物である。クリスマス・ブレットは、下翼が極端に小さい太陽半の機体で、翼間支柱はなく、機体は合半製で、従来のハフバリの機体よりも空気抵抗を軽減したとされる。 胴体の設計を、ヴィンセント、ブルネリが手伝った。リバティエル -6 エンジンを動力とした1号機は、1919年1月の初飛行で主翼が外れて墜落しパイロットは死亡した。エンジンを、ホールスコットエンジンとした2号機も初飛行で、同じように空中分解した。アメリカ陸軍航空隊の評価を受けることなく、計画は中止された。データフロム・アンゲルッジ。 1987p94 ありがとうございます。